ああ、これもう切り替えるか。え？ス塩イチャッンネルさん、チ。え？ここで？いや、ちょっとおい！こいつマジで。ドン。あ、白鳥さん。ああ、いいけど、白鳥さん、やります？いや、マジで。これ、ある程度やるから、俺。とりあえず、トップ取るまでやるから。圧続行するから。よっしゃ。やらないです、見たい。スイッチ。やら、なんかもう一回なんだけど、これ。リーチ。はい、逃げ日。最強。88シャンポン。最強。リーチ。おい！こいつまで、おい、何した？あ、筋折ったのか。ぬるいな。ノータイムで筋と、おーし！これ、人間はやっぱ、人間はこれ、リーチ浦さん。人間らしい。うん、AI にはできない、リーチ浦さんは。いやー、これはさすがに行ったな。ケイって言ったのか、これ。無理やろ、これ。どうせテンパいない。こんな振らんわ。ちょっと待って、すげえ、いや、マジで、ちょっとごめん、俺マジで、そんな余裕ない。ちょっと、人間はやっぱ、一箇所しか見れないから。え、ドラポン対応したか、リアンソーつもぎりなのか、これ。一見上に見えるけど、リアンソーなんじゃない、これ。ドラのポンテン取りたいでしょ。あ、うまっ！人間うまっ！ほとんどの人間がウーアン切るけど、超人間の俺は、リアン層だ。ドラポン点は取りたいから。うざ。もう、これはあれだな。AI は、チーだな、これ。トイメも、スーソ切るしな。うん。これは残価あるから。もう、2列目入ったら、舐めたらあかん。大丈夫。トイメのリーチ来ても、スーソ出るし。トイメンリーチ来たら、脇がスーソー切って、俺の上がりだし、トイメンもそうスーソー切るから、もうこれ、待ち、めっちゃいい。リアン層3層2枚ずつ見えてるし、ウーソーも。リーチ。いや、チー絶対、うざい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 。は？いや、こんなの大丈夫やろ。いや、ダブルツーチャンス。ドン。どっちかよ、しかも。いや、まあ、いいんだけど。いや、まあ、そんな言うんじゃないだろ。だってあれ、ザンクだよ。リーボー2本だから5900点でしょ。500点、5900点のペン数層でしょ。悪くない、悪くない。いや、普通に新しいマウスだからかな。ああ、やべ、あ、よかった。危ない。ああ、結果論変わんなかった。ああ、よかった。いやー、これ結果の上がり逃したら本当に、もう、俺死んじゃってた。いや、ちょっと、いや、今日からのマウスだから、台盤で壊れたから、さっきの、昨日まで使ってたやつ。いや、ちょっとそれ、さすがに許して、今のは、クリミスでしかないから。新しい、今日からのマウスだもん。なんかいいシャンテなんだけど。人間経験でかい！いや、むずいむずいむずい。いや、むずい、もう、いいピンでいいか、もう。リアンピンからでいいか、もう。うわ、ひよってるか、俺。いつも何切ってる？リアンピンねえよな、別に。嘘切る？こいつ、マジ。いや、いい、いらん、いらん、こいつ、マジ、本当に調子こいてんな、本当に。いや、単葉でいいやろ、これ。いいやろ、単葉で、別に。悪くないしな。何やこの嘘。いや、これはいらん。これいらん。チそんなすぐ3ー。リー品引くチ。か？いや、うざい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 。いや、うざい、マジで。いや、これベタる。ベタりたくない、人間。いや、こんなもんぐらい大丈夫だろ。いや、大丈夫じゃないか。いや、ちょっとこんなもんぐらいいや。
チあー舐めやがってマジで、舐めやがってマジでこの野郎、ぬるいな。つも、うん、まあまあまあ、よくいい。よし、トップ目で下ろす。上がりトップ。人間は祈る。厄介かたんよ、厄介かたんよ、頼むぞ。ちこいつなんだこれ、わけのわからん手汚しやがったな。は？いや、きついな、これ、待ったな。いや、きつ。いや、ちゃんたもない。きつい、これ、ちゃんた。後々付けのがいいって。いや、ウーピンじゃない。普通に厄介重なった時の、両面でいいって。ちゃんたんいけるかな？やっぱ、どっちにしても、どっちにしても、自敗、厄介重なないと、自敗重なないと無理だから。いや、厄介重なった時の、やっぱ厄介重なった時に両面普通に作って上がりに行った方がいいと思ったけどな。ちゃんたなんて遠く見えた、俺はめっちゃ遠く見えた。ちょっと待って、K 点でも勝ちだからね。 K 点でも勝ち、いやむずい。ちょっとまだ早い、まだ早い。3列目からだな、 K 点。ちょっとまだここら辺抱えよう。うん、いいね。いやー、いくぞ人間。人間、後付け3個。後3個ある。うん、3は安全だから止めるね。止めるというか持つね。3は持つね。はい。テンパれば勝ち、人間の。うん、持つね。テンパればいいだけ。きついが、俺どうなんだ。チー。うん、まあ、しゃあない、しゃあない。チー。3は安全度高いから。うん、いけるか。ドン。は？人間がパースを止めてんのに何しとん。はい、もう一回上がりトップ。あ、勝ったな。あ、勝った勝った。白先打つか、キューピン打つか。白いらんか。白いらんな。うん、単野あるしな。いらんいらん。単野マックスでいいか。先に打つか、白は。あ、一枚切れ。うん、これはキューピンでいいわ。ごめん。イーシャンテン、いらん、いらん。イーシャンテンいらん、これ。さすがに戻した方がいい。うん、これは、チーピンチーあるから、こっちでいいか。うん、完全にシャンテン。勝ったか。人間の勝利か。人間の完全にシャンテン。ポン。いや、うざい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 。よし！ジャムピンもいい。よし、勝った。よし。あ？嘘のがいいか。ポン。はい、出せや。はい、出せや、こいつら。よし。いやー、さすがにエムリングの人煽ってさすがに腹立つはないって。普通にありがたいだけ。全然いくらでも構わん。全然構わん、それは。はい、次。麻雀忘れた、マジで。いや、麻雀忘れてきた、俺。やばい。やばい、人間ボケてきた。あ、やばい、2、3チある。やばい、やばい、違う。ちょ、マジで。6チップもあるし、6チップあるからチーピン切らないと思って、おい。なんだった今。今の数層引いたとき、何？何引けんの今。
ポン。ああ。よし、人間の経典。いや、俺、経典だけやん。下茶何？役なしか。やっぱそういう仕掛けもしてくるんか。じゃあ、仕掛けに対して警戒は、低くしていいのか、これ。人間経典ばっかり。いや、人間はコツコツ行くから。やっぱ、うん。地道な努力必要。よし、人間リーチ。よし。ドン。いやー、ぬるいな。ノータイムで撃ってくるからな。うん。うん、つもいい。人間流れ入った。人間に流れあるから。AI にはないけど。いい！いい。二連勝か。え？13579のとこのイーソーなんかいい。ヤンソーイーソーよかった。いや、でもシーソードラだったからな。うん。単純に。リアンソーの方がそれはそうだったけど。あと、縦受けも、だから3層が見えてたんだろ、2枚。3層2枚見えてたから多分、いいって言うんだけど、逆に言ったら縦受けが少ないから、イーソー3層、俺打つけどね、絶対。なんら問題ないと思う、イーソー3層で。うん、チーソーもドラだし。急層切ったらチーソー打ちゃうし、打ちゃうというか。うん、なんも問題ないってある。そうそう、ヘッドレスだから縦受けで。チーソーもドラだし。うん、お前らちゃんと見てねえだろ、本当に。適当に見てる。適当に見てベラベラ言って、本当に。人間が振った時だけ。人間が振った時だけ文句言って。ああ、でもだ！いや、もろたな。これで終了だ。終わり。お前ら。終わりや。よし。AI 倒した。親だし。なんか手出し見てる。うん、見てる見てる、もちろん。よっしゃ、はい。まあ、6000ドルだろ。はい、勝ち。はい、勝ち。はい、2連勝。はい。地獄抜けた。はい、おい！人間はね、超えてくるから。そう、人間の予想をはるかに。それはない。予想してなかった。人間裏さん。もう、ハイカより。これは、大井さんに学んだから。どん。あー、よかった。何してんだ。ドラなんか切って。よし。あ、一応あれ見るか。二刺しのやつ。二刺しのやつね。どこら辺だった？ごめんなさい。ありがとうございます。あ、これか。いや、これ、普通にシャアかどうか最後まで迷ってて。普通にシャア切るか。あ、ありがとうございます。安心員さん、ありがとうございます。シャア、まあ、別にシャア切ってもいいわ。いや、シャアでいいわ。うん。マジで。ひよったわ。ここどこだろう、ユウさん、E ピンってこれ、うん、E ピンでもいい。うん、シャーか E ピンでいいね。ほんとだ。うん、シャーか E ピンでいいかな。シャーでいいわ、てか。なんかひよった、俺。あ、チーピンポンした場面ってこと？このチーピンポンするかどうか。よし、いいんちゃう？親から以外なら泣きます。ああ、そういうことか。親から以外なら親の現物が。でも、親の現物を消費するとか、その感覚がないっていうか、うん、いや、ほんとに俺考えたことない。いや、これは逆になんかちょっと、あんまり、それをすごい意識するとか、人からすると、いや、そんなん、おかしいだろって思われそうだから、あんま言いたくないけど、しかも今日みたいな時に。ただ、俺マジで、ポンするときに、親からポンとか考えたことない。上下は考えたことある。当然ね。下茶からならポンするけど、上茶からならだけど、その、出た人が親かどうかってマジで考えたことないんだけどね。うん。やっぱ、あかりまーじゃんって、子でも高いし、平均だって、ね。親だけに恐れるって感覚ないんだよな、マジで。ああ、そこでシャアやったな、人。ああ、まあまあまあ。それは確かにそうかもしれん。いや、あそこでシャアね、多分ね、普通にそれはミスだわ。あ、これか。はいはいはい、これね。ポン。ああ、ちゃんと見た方がいいか。この曲は、まず、まっすぐ行って、こいつら全部切り飛ばして、ちゃんたみたいになったときに、当然守備力が弱いよね。手配狭めるし。だから、まず自敗をそんな切りたくないって意識が多分強いんだよ。で、自敗切りたくないって感覚だと、トンかなんか重なった瞬間に役配になるから、
だから、もう、トンナンバックの決め打ちみたいな感覚なんかな？だかそれこそ、リャンピン残して、ウーピンとか切っていくと、要はさ、球走とかパー走とかも全部残すわけじゃん。ってことは、ちゃんとまっすぐ行くと、ウーピン切りました、球走引きました、シャア切りました、ペイ切りましたとかで、なんか、崇拝だらけになるから、多分それがなんか感覚的に嫌でって、だからもう、トンナンバックに絞ったら、守備力も高いし、っていう感覚だったと思う。やっぱ、補充したときに、まずラスまであるしな。第一だよ、ウーピン。第一だよ、ウーピンか。いや、第一だよ、ウーピン俺切れないな。やっぱ普通に、やっぱりね、チャンタじゃなくて厄介バックの時に、両面ターツとか使って、普通にまっすぐ上がるっていう方針がやっぱあるんだろうな。こっからちゃんと決めちゃうと結局愚形がなんかいっぱい残りまくって、後々付けになったとしても、なんか、チャンタあるからいいんだけどね。チャンタのターツ整ってた。だけどやっぱわからんよね。チャンタになると結局、カンチャンとかペンチャンになって、その、カンチャン、ペンチャンの有効牌が、まあ、2枚3枚切れた時に手合が死ぬって考えると、まあそんな感覚かな。でも別に俺なんかウーピン切りを否定してるわけではない、これは。さすがに手合がね、ちょっといびつすぎる、これは。うん、ありがとうございます。あ、いえいえ、こちらこそありがとうございます。もし一戦入るなら。まあただちょっとね、M リーガーだからね、さすがに、俺と同卓して、なんか、それによる弊害があるかもしれないから。だから、ちょっとなんかそういう事情があったら全然断ってくれていいっす。はい。鈴木さんがやろうって言ってくれたらいつでもやれるから、別に今日じゃなくてもいつでもやれるんで、もしなんかちょっとでもやりたいって、あ、マジで？じゃあ、やりましょうよ。ちょっとゆっくりできるもんね。ナーが3匹だと、マジで、毎回全通麻雀じゃないけど、なんか毎回ただまっすぐ打ってるって感じになっちゃうから、制限時間少なすぎて、多分見てる人もわけわかんないから、鈴木さんゆっくり、じゃあ、ゆっくり制限時間使ってね、人間2人入ったんで、はい。はい。あ、当面同士いない。当面の数から。まあ、実はゆっくりやろうって言ったのブラフなんで。ゆっくりやろうって言って、俺、ナーガと同じ速度で打つんで。そっから始まってたから、実は。俺の中の。トップ取り、うん。こすい。いやいや、当たり前じゃん。命かかってるから。人間はそういうの使えるから。ポン。チー。チー。ドン。リーチ。人間来たか、親リーか。リーチ。ロン。はあ？ついてんな、人間。俺そんなんないのに。まあいいや。なんかがらすればいいや。人間チームだからな。人間味方だからな。なんだ、リーチ宣言牌で一発でリアンピンって。ドン。テンパんな。人間テンパらない。チー。え、人間テンパらないんだけど。リーチ。スモ。ザ、は？人間にやめへんか。ドン。はい、何や。ああ。むず。先打つか。ドン。そっちの味方か。人間も、そっちか。仲間だと思ってたけど。リーチ。
ロン。いや、いい。俺がラスカイすればいいだけ。俺がラスカイすればいいだけな。ハン。あれじゃ。ハン。は？カンじゃねえか。カン、いや、ありがたいけど。急そぎり、うん。チー。うざい。いや、もうラスメタからしゃあないで、これは。うん。よし。ドン。人間勝ったか？シュロじゃ？裏さんで。あ。人間ラスカイしたわ。確かに。いや、鈴木さんありがとうございます。もしもーし。え？誰っすか？お疲れ様です。鈴木です。あ、声高いっすね。え？高いっすか？はい。ありがとうございました。聞こえてます？はい。はい。めちゃくちゃ緊張した。負けたら嫌だ。どうしようと思いました。いやいやいや、おめでとうございます。めっちゃ緊張した。いやいや、ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ、え、なんか見ます？鈴木さんが、そうっすね。じゃあみんな、どういう感じでいこうかな。あ、ただ、え、挨拶だけってことですか？あ、じゃあ、そうそう、何か。したいとかじゃなくて、なんだろう、すごい楽しかったのと、負けたらどうしようって思ったのと、はい。あと、なんだろう、なんか結構小林剛さんとかも、はい。いや、川村辛口だけど、面白いんだよっていつも言ってて、あんまり言っちゃいけないのかもしれないけど、で、結構、なんだろう、なんですかね、川村さんのことをね、誤解してる人多いかもしれないですけど、ね、辛口だけど、すごい楽しんでる方多いし、僕も見てるんで、なんですけど、なんか、ね、検討とか、さらに川村さんのキャラとかもあるかもしれないですけど、なんか、なんだな、ちょっとね、もうちょっと優しくしてくれたら嬉しいなと思いました。わかりました。困っちゃったらごめんなさい。いや、全然。わ、はい、かりました、はい。ありがとうございます。まあ、それはでも、辛口っていうか、そういうのは冗談なんですけど、まあ、楽しく見てる人も僕もその一人なんですけど、はい。すごい楽しかったです。あ、いえ。ありがとうございます。はい、いや、マジか。それだけです。うん。ああ、いえいえ、ありがとうございます。本当に。忙しいとこ。はい、あ。いえ、全然。はい。おもろかった。早かったっすね。なんか、すごい早かった。早かったっすね。はい。また、なんだろう。いつでもってたんですけど、タイミングがあったら、ああそうですね、プライベートで配信じゃなくてもいいんで、プライベートで見て、はい、確かに。はい。まあ僕別に長くやりますし、もし鈴木さんね、やれる時間ってあったら、はい、DM でももらえたら、はい、そうですね、またいつでもできるんで、長くの時でも、はい、はい、お願いします。はい。また遊んでください。はい。いえ、こちらこそ、ありがとうございます。じゃあ、体に気をつけて頑張ってください。あ、ありがとうございます。はい。失礼します。はい。失礼します。好きなら、ね、いや、小箱が俺のこと好きじゃないって。パイレーツ勉強会ね。いや、それは別に呼ばれてる時点で歓迎してくれてると思うから、それは何とも思うかな。それは行くかな、東京でも。まあ、一回平和ないい配信だったら、うん。